今日は写真の可能性について皆さんにお話しします。硬くてごわごわした大きな手これは日系ブラジル人の現場作業員の手日本のものづくりを支える手あなたの車あなたの家電あなたの持てるものを作ったかもしれない手1990年今から約30年前 法律が変わって日経ブラジル人たくさん日本に来ました。日経賛成までの人たちが日本に働くことを認められたからです。景気のいい日本に働くことを目的に来る出稼ぎです。さっきの手の持ち主も1990年に日本出稼ぎに来た日経ブラジル人の日向さんです。ここで約30年前、出稼ぎ労働者の暮らしに タイムスリップしてみましょうシギュベルが鳴る指差し確認安全よし危険汚いきつい 産経と呼ばれる仕事でも日本人が嫌がる夜勤でも進んでやったミスをしないように冬を出さないように丁寧にやること時間を守ること日本人とブラジル人の間にはいろんな違いがある。 言葉わからない中で仕事するのは大変だ作業着は今日も真っ黒になったタバコ休憩ホットホイット行きこうして一日が終わる家に帰ったら狭いキッチンで料理をする ブラジル残してきた家族にはいつはいるだろうか手紙を書いても届くのは半月先携帯電話なんて明利なものはない流行る気持ちを胸に電話ボックスのレスに並ぶこれが30年前の出稼ぎ労働者の暮らしですこれは 僕が撮った写真です。だけど、実際に30年前を撮った写真ではない。30年前を再現した写真です。このプロジェクト始まったわけを話す前に、少し僕のことを話します。僕がブラジルの港町に生まれました。おじいさんは日本からブラジル渡ってきた。日系いせブラジルでは、 カメラ屋さんをやってました小さな頃からカメラは身近にありましたでも本格的に写真を撮るようになったのは日本に来てから今から28年前僕も出稼ぎ労働者として日本に来たんです大変なことも多かったけどいい人にも巡り会いました 僕に写真を教えてくれたのが滝口さんです。単調な出稼ぎ生活がカメラを手にしたことで少し楽しくなった。海にいたり、モーターショーにいたり、滝口さんもよく撮影に出かけた。でも、なんか足りなかった。ただの切れ写真じゃなくてメッセージが感じられる。その写真を撮りたいと思った。 そこで自分のルーツに立ち返った。約30年前、出稼ぎに来た。最初の世代の記録を残したい。このプロジェクト始まったわけは、あの頃に自分が体験したシーンを記録にすることでした。最初の世代が道を開いたから、今がある。その努力を記録したい。 その努力に感謝したいという思いを込めて当時の再現写真を撮ることは決めました。それが先ほど見せた写真です。この出稼ぎプロジェクト1を撮影するのに3年かかりました。その後、プロジェクト共有したいと思いました。写真が展示されて 最初の出稼ぎ世代にも今の出稼ぎ世代にもメッセージが届きましたたくさんの人に見てもらってブラジル人だけじゃなく日本人にもメッセージが届きました時代の流れとともに出稼ぎは少しずつ形を変えている日本にずっと住む人たちも増えてきた今では日本人と同じように 活躍にする人たちも出てきているそんな新しい出稼ぎ世代を撮影したのが出稼ぎプロジェクト2ですモデル読み人大学生相撲取り作家社長など 皆さん誰かに分かりましたかここには未来への希望があります。最初の出稼ぎ世代は日本の社会の中で自分たちの小さな居場所を作りました。日本にいるブラジル人たちが快適に生活できるように交通交通と努力をしてきました。世代が変わり日本語を勉強して日本の社会で 活躍にする人たちも出てきました。これからの出稼ぎ世代はどたた形になるでしょうか若者たちにはパイオニアが作った環境がある。まずはしっかり日本語を勉強すること、そして向上心を持つこと。日本とブラジル2つのアイデンティティを持った世代の新しい出稼ぎ。これからは 日本の社会で日本人とブラジル人が一緒に活躍していけるでしょうさてここまで写真の可能性を通して出稼ぎは過去と未来を話してきました写真は真筆を写すと言いますか本当これそれだけでしょうか写真は 書くという記録を残すことができます。そして未来という希望を映すこともできます。僕がそう思います。これからは写真の可能性を信じて、僕も写真撮ってきます。